ね、台本がねあるんですよね。これは皆さんこんばんは、こんにちは、こんにちは、 AKB48 チーム8高橋彩音です。口薄くない？口まあいいか。ゆいゆいから回ってきて、そうゆいゆいから回ってきました。そう昨日ほい、というわけでね、この番組は AKB48 グループのメンバーが月曜から金曜までリレー形式で個人配信を行います。毎回配信の最後でメンバー自ら次回担当してほしいメンバーに電話をして出演オファーをして、そこでトークテーマまで発表します。はい、ショールーム説明、アイテムを投げたりコメントを書き込むには無料のアカウント登録が必要なので、ぜひ登録してください。無料の星ギフトはログインしたり各番組を一定時間視聴したりするともらうことができます。さらに画面左下にあるツイッターマークをクリックして、この番組の宣伝をツイッター上に拡散すると番組中1回だけもらえちゃいます。イエーイ、ぜひ拡散してゲットしてください。はいですね、まあ、前回回してくれた回してくれたゆいちゃんはね、そうゆいちゃんから回ってきたんですけども、そうゆいちゃんはみーよんさんから回ってきたのかな。そうですね、はい、というわけでゆいちゃんはなんか電話する前に言っちゃったらしくて、あやねちゃん電話しますみたいな感じで言っちゃったらしくて、そう755で、あやねちゃんゆいゆいから電話来るよみたいなコメントとかありましたあれ本当はなんか電話して誰でしょうみたいな感じにするですよね、多分通常は。まあいろいろあっていいと思いますよね。はい、もしもしあやねちゃん確かに、あそうだよって言ったわ、うん全然いいと思いますけど、言っちゃダメってことはないと思うんですけど、まあ、一応台本はそうなってるんでっていう感じですね。全然別に自由です、うん。こんばんは、ということで、こんばんは、ん、こんにちはじゃない？とですね、トークテーマはあのゆいちゃんから回ってきたのはあの関東メンバーについてみたいな感じですね関東メンバーについて、そう言いたいと思います。そうですね、関東メンバーについて逆にどういう話が聞きたいんだろうっていう、うん、関東メンバーについてどういう感じで、皆さんがこれどうなのみたいな感じで言ってくれたら、そうお返ししたいと思います。声が出ない、ひーちゃんもお願いします。うん、ぜひぜひ。みんな仲良さそう、え本当に仲いい、本当に。なん
かいい距離ですね。なんかさ、あんまりさ、こうなんだろう、なんかベタベタしないっていうか、すごいみんな結構さらっとしてるから、そう、それが逆にいいみたいなとこもありますね。ベタベタしないの、いや普通にじゃれたりするけど、なんかそんな、なんかもうなんかりんちゃんじゃないと無理みたいななんだろう、わかんないけど、そう、そんなにあんまり、うん、なんだろう、みんな一人行動できるみたいな感じですね。関東メンバーで一番仲がいいのは誰だろう、もう、七瀬かな、多分七瀬かな。メンバーのうち行ったりするのでね、あのりんちゃん家行ったこの間、そう、広い、私からしたら広かった、うん、めちゃめちゃ綺麗でした。感動メンバーで一番旅リスト、しおちゃんじゃない？うん、しおり様には、しおり様よ、うん、炎上も一人暮らししたい。そうだね、一人暮らししたいね。家にはね、来たことないですね、メンバーは。うん、趣味合う子、趣味合う子、まあでもアニメとかそういうなんかそっち系だと、まあしおちゃんじゃないですか。うん、しおちゃんが一番結構一緒には、うん、アニメの話とかはするかな。あとまありんちゃんとは進撃の巨人の話をする。おだいると七瀬どっちが大きい？あ、身長？身長はえりちゃんのが大きいですね。一番天然ひだやかエリちゃんかな。天天はね、四国中国地方ですけど、今日はタピオカないの？ないです、別に。もう2週間ぐらい飲んでないと思う。一番面白いメンバー？エリちゃんかな。アサヤネから来ました。あ、ありがとう。アサヤネ聞いてくれてるんですね。嬉しい。ですね。そうかな。あとは何だろうな。あと何ですかね。
推しメンはね、なぎちゃん、なぎちゃんです。坂口ひーちゃん、ひーちゃんはね、あのね、本当に、うん、ひーちゃんはね強い、人間的に強い、うん、どこ行ってもやっていけるよ、ひーちゃんは。うん、今日のトークテーマは関東メンバーについてですだからみんなに聞かれ、聞いて、みんなが聞いてくれる質問に答えてます。関東メンバーのマリアはどんな子ですか。マリアはめちゃめちゃ空気が読める、なんかあのすごいめっちゃ周りが見えてる子です。なんかこの子はこう言ってほしいんだなとかわかる、あの人は、うん、ここではこう言ったらみんな嬉しいんじゃないかなみたいなのが多分自然とわかる子だと思いますね。うん、善悪の3人楽しそうだ。そう、善悪楽しかった。マリアと七瀬と3人で。ゆいは普段からあんな感じの、あんな感じですよ全然。うん、ひだよね意外と天然、なんかもう素で面白いっていうかうん、そうだね、ひだちゃんは、うん、うん、いい女ですね、でも美人。うん、美へのこだわり、まあみんなじゃないそれは。うん、まあゆいちゃんかなゆいちゃんかな多分。うん、ひだやとれいちゃん、そう似てるよね。そう、いや本当にれいちゃんも入った頃のひだやと顔一緒みたいな感じ。ゆいゆい普段あんまりメンバーと電話することないから緊張した。そうだね、確かにね、電話ね、そうかも、うん、電話はしないかもね、そうかも、うん可愛い、緊張したの可愛い。昼間珍しいね。そう、これから学校なんで、ちょっと、しかも今日はベイ FM なので夜できないなと思って、そう、行く前にやろうと思って。りんちゃんも学校だから回せない。そうだね、うん、まあ、りんちゃまじゃないよねうん、りんちゃん緊張する先輩いる。いや、それはみんな緊張しますよ先輩は。うん、チーム4とかはまあ多分大丈夫だけど、基本的には緊張しますね。まあ、多分 BFM のね詳細は多分もうすぐ出るんじゃないですか、わかんないけど多分出ると思うので、そしたらぜひ見てください。関東メンバーでライブしたいね。そうだね、まあでもね、ひーちゃんとね、しおりんちゃん、しおりんちゃんだって、しおりんがね、そう、いなくなっちゃうからね、寂しいですね。チーム4メンバーで誰が仲がいい？8メン以外でってことでしょう。誰だろう。
タダパイセンかな多分。うん、そうかも。なんかめっちゃね、そう、夏っこ、人夏っこいからすごいいっぱい話しかけてくれるのよね。レイチャルって誰ですか？レイチャルは知らないセナタンは、ね、一緒に公演出ることないんだよね。セナタンがバックダンサーの時ぐらいしか、あんまり喋る時ないんだよね。はにちゃんこんにちは。あ、こんにちは。うん、ズッキーと仲良くなりたい。頑張ってください。そうね、関東メンバーについてなんですけど、一応ね、うん、もう何時だろう。あ、もうすぐ30分なのね。さあね、誰が来るかな。誰かな。関東メンバーでやってみたいこと、あ、でもそれはやっぱり関東メンでライブとかロケとかそういうのやりたいですね。お仕事、うん、絶対楽しいと思う。バックダンサーの頃の思い出、あー、いや懐かしいですね、バックダンサー。いや、なんか今はバックダンサーじゃないから、そう、バックダンサーの時に先輩だった、先輩が出てる公演を見てるバックダンサーだったから、なんか今は逆にその先輩側になって、なんか変な気持ちですね。うん、バックダンサー4人は、そう、あやね、えりちゃん、ゆいゆい、七瀬なんですけど、いや本当にあそこで、あ、いろんなことありましたけどね。うん。何だろうね、なん、いろんなことあったな。うん。そうね。ずっと笑ってたり、もうある時は誰かが泣いてたり。座るときはすごいみんなで反省したり、うん、いや本当に笑いすぎても泣くみたいなのもあったしっていうね。そうだね、そうだね、うん、そうですね。なんか今日すごいちょっとあれじゃない、おかまさんみたいじゃないこれ結構そうだね、いろいろありましたね。あとはやっぱその頃は高見菜さんとかがいたから、チームメイのバックダンサーやらせてもらってて、なんか差し入れでアイスが来た時とか、なんか高見菜さんがこっち来て食べなみたいに言ってくれたり、うん、しました。あと松井咲子さんと一緒に向かい合ってなんかダンスするところがあるんですけど、そこでもいつも優しく笑いかけてくださって、本当に嬉しいっていう思い出とかですね。あとなんだろう、中田千里さん、うん、本当にすごく優しかったですね。うん、
スコールの間にの最後のだそうだからスコールの間にのとその JK 眠り姫の間で4人でこうバックダンサーでこう時間を作るっていうのがあったんですけど、恋愛禁止条例公演 でそれ今もあの雫公演でスコールやってるじゃないですか。だからスコールのアウトロになるとなんかちょっとあ踊んなきゃみたいな、あちょっとバックダンサーで出なきゃみたいな気持ちにはなりますね。ちょっとあいつもこの辺で待機してたなみたいな。うん、だからこの最近結構卒業公演がいっぱいあったから何回か雫公演を見に行ったんですけど、その2曲あの2曲目かな、うん、にスコールの間にやって、そのアウトロ始まったぐらいで、あここで出てたな私たちと思って、うん、5年前、そうだね、ちょうど5年前ぐらいだね。バックダンサーデビューは本当に今ぐらいじゃない？うん、本当にだから丸5年ぐらい経つのかな。大きくなった大きくなった、本当にゆいちゃんが大きくなった10センチは伸びたよね。うん、初見です、ありがとうございます。懐かしい、そう懐かしいよね。そうですね、だからその頃から結構まきちゃんとは結構話してたから、もうまきちゃんとも丸5年友達歴みたいな感じですね。うん、だからあの頃いた先輩はもうほとんどうんいらっしゃらないかもしれないかな。小島春菜さんと小島夏樹さんとかよよんさんかなーなさんでやってた黒い天使が、そう黒い天使好き大好きで、うん、あとなんだろう、うん、うん、私たちはあの真夏のクリスマスローズっていう曲であのバックダンサーをやらせてもらってたんですけど、だから結構関東の七つの千葉のツアーでもそうだったんですけど、前座で真夏のクリスマスローズを違う4人がやって、私たちはバックダンサーで登場みたいな。七瀬地元の千葉なのにバックダンサーで登場みたいな。でもそれを知ってるファンの方からしたらもうすごい懐かしくてエモいやつですね。私も埼玉の時言ったんですよ、真夏のクリスマスローズ。そうだけどね、そう他にもいろいろあったのでそっちになりました。エモいね、エモいでしょう。だから未だに恋愛禁止条例の曲流れるとなんとなくなんか踊れるっていうか、ずっとリハ中とかも見ながらなんかみんなね振りコピじゃないけど、うん、勝手に踊ってた4人で、だからなんとなく知ってる。お、そろそろじゃあ電話しようかな。電話かけますね。もしもし。出るかな。いや出てもらわないとね。思うんですけどね。あ、もしもーし。もしもし。元気？はい、じゃあちょっとスピーカーにしていいですか。はい、もしもし。もしもしじゃあ自己紹介お願いします。はい、チームエイトチーム4県人香川県代表の仰天ゆりなです。はい、仰天ゆりなさんです、はい、でした、仰天でした
はい、じゃあトークテーマね、うん、トークテーマ、どうしよう、何がいい、なんかある何がいい、うん、ちょっと何がいいですか皆さん。すごい盛り上がってる、うどん県来た。本当に嬉しい、うん、うどんについて話しとったんやんでは。ね、関東メンバーについて話してた。あ、うん、何がいいかね、何がいいよ、ね、何にしよう、じゃあ、うん、どうしよう、いいじゃないですか、まあね、あ、香川の魅力 ね、まあ、ね、香川の魅力、中国四国について。あ、うん、なるほどね。お化け絶叫マシーントマト。いや、もう何も食べたことないねんけど。嫌いすぎてる。うん。じゃあ、まあ、中国四国メンバーを中心にエイトについて、うん、はい、でお願いします。了解しました。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、バイバーイ。はい、仰天ゆりなちゃんでした。そう、仰天さんに電話しました。はい、ですね。じゃあ明日は仰天ゆりなです。うん、もうなんだろう、この間も話してたんだけど、仰天ってほぼ関東面じゃないみたいな、なんかこうよく七瀬と私と仰天で、そう、あれ仰天って関東面だっけみたいな、なるぐらいもうなんか馴染んでる。でも東京に染まりきらないところがいいよね。うん、多分本人は染まってるって言うと思うけどね、染まりたいのがね。そう、全然染まってない感じがすごい好きですね。うん、はい、というわけでね、じゃあ台本見よう、台本。うん、あ、電話を切るまで行きました。はい、じゃあそろそろエンディングのお時間です。じゃあランキングをね、読みたいと思います。13位ジャガさん、ありがとうございます。12位しまなんなんさん、ありがとうね、女の子。11位サイレントディームーンさん、ありがとう。10位アバッタンさん、ありがとう。9位ノリーさん、ありがとう。8位調査兵団新特殊作戦班ミカサアッカーマンさん、おミカサキと、ありがとうございます。7位モリヒーさん、ありがとう。6位夏目さん、ありがとう。5位マスミくんさん、ありがとう。4位ボストンさん、ありがとう。3位レンさん、ありがとう。2位バイユーさん、ありがとう。1位ユータさん、ありがとうございます。はい、ということで明日よろしく。今日の担当は、チーム8チーム4兼任の高橋彩音でした。はい、ありがとうございました。バイバーイ。みんなお昼休憩終わりかな。じゃあみんな学校とかお仕事とか頑張ろうね。バイバーイ。